きげんよう。ということで、どうも皆さんこんにちは、ボクシングです。今回はですね、なんとフォートナイトをやりながら人狼殺をやってみようかなと思うんですけど、結構フォートナイト中結構最近ね、暇があるじゃないですか。ちょっとこもったり、その間を人狼殺を楽しむと一石二鳥おということですね。これはフォートナイトをやりながら人狼殺をやってる方が人生経験としてすごい。よろしくお願いします。お疲れ様。8番さん頑張ってね。3番さんから点呼取っとこうか。よし、じゃあ始めるぞ。3、4、5、6、7、8。8、9。8は天使。6番どうぞ。はい、1番さんラスト点呼。はい、ラスト点呼。はい、面白いな。さあ始まりました、フォートナイト人狼殺のお時間となりました。本日勤めさせていただきます、勤めさせてるのは何よってことなんだけど、フォートナイト人狼にを勤めさせていただきます村人のボクシングシリーズです。よろしくお願いします。頭使え、いろいろ頭使うことがあるよ。さあ朝が来ますよ。朝が来ました。昨夜は誰も知らなかった。誰も知らなかった。4番。つまらない役職引いたんで先に言っときます。霊能です。はい、ああ霊能か。出たらどうぞ申し入れらしてください。6番。はい、私は占い師でした。3番線が白と出ております。3番白。はい、ということで村人陣営でした。4番さん霊能把握、6番占い師把握しました。でまだ対抗が出てないということでまああれこの村は狂人はいない。あ、狂人もいるんだ。なるほど。次、皆さんの発言を聞いて2周目考察していきたいと思います。はい。8番めっちゃ噛んだ。6番のプレイヤーは発言してくれるのか。はい、8番さんに関しては、4番さんに白を言ってることから、まあ、狼がね非常に高いということで8の相方を。 OK ナイス。ハルードの云々の話なんだけどね。まず、あ、一番さんはね、個人的に、非常に印象が良かった。オッケー。ていうか、カレーを出てきてほしいね。なんでカレーないの？もう目星いいところがついね。つけてるんで。オッケー。ナイス。いてていてて。まあ、そこは絶対に占わないんでね。ただ、まずい。確定要素じゃないんでね。請求は出てきてほしい。と、はい、いうことでね、残り6秒になってしまった。私はね、2秒、1秒。7番。はい、ということで、ちょっと今、6番さんが言ってた発言っていうのはちょっと理解ができない。っていう感じですね。カリウドは出なくていいんじゃないのかなっていう風に考えてるんで、ちょっとなんて感じですね。どうなんでしょう。あ、ごめんなさいごめんなさい。そうですね。プレイヤーはお願いします。まあね、発言で、ね、一番おかしかったのはやっぱね7番なんだよ。7番ね、8と6に対してね、心境わかんない。そこ7番ね、見えちゃってるのかなってすげえ思ったんだよ。まあ、俺は、ぶっちゃけ、1に行こう。うん。結局怪しまれてるけど、いいや。めちゃくちゃ面白いね、これ。7、3が1、2、9が5。1、8が7。5、6。5、6が9。めちゃくちゃ面白いね、これ。いや、頭が笑ってたけど。OK。僕はオオカミじゃなくてダリーな。最初の時はどんくらいかな。はい、まあ投票結果はおもろいと思いますよ。投票結果で考察する時間は正直一発目だったからありません。5番のプレイヤーは発言してください。はい、だから7番を白く弾けた時が強い。皆さんの言ってる意味が分かんないんだけど、まず人狼だったらこんな出しゃばんないよねって話。うん、わけわかんない、言ってることわけわかんないかもしれないけど、人狼ってこんな出しゃばらないで、怪しいところに黒を打つで、この人って結局一瞬だから無駄にないよねって、いてくれても困るよねとか言われちゃうと、いやいや困んないでしょ。だって枠が一つ村人に多くなるでしょ。こうやって残っちゃうと村人はまあ全然大丈夫だけども、結局僕黒はないでしょうが、まあ大変になっちゃうと思うんですよ。いいじゃない、僕って。なので、まあ僕の人は集めてね、そっちの方は結構黒い人が多いなというふうに思います。のプレイヤーは発言してください。うん、7位落として、いや落ちて今日にしか見えないんだけどな。うわ、違うのかな俺のこの考え方。占い振動は、やっぱ後半位にいるんじゃないので、今日いる見れるんだったら、どう落としたいし、僕は1かな。1でお願いしたい。
ていう感じかな。9番のプレイヤーが選ばれました。9番だ。9番のプレイヤーは発言してください。はい、なんで一応外したんすかね。そこの理由をしっかり言った方がいいんじゃない。まあ僕が黒すぎたのかな。であとあの8番さん、あのフレンド申請しといたからちょっと頼むね。あのレゲエで本当天使に思いました。あのでなんだろう、すごい心があったかい気持ちになりました。はい、あの本当ありがとうございます。出会い中で。じゃあまあ村の皆さん頑張ってね。昨夜死んだな。8番あー死んだな。8番死んだな。発言してください。9黒、9黒かったもんな最後。6つって終わると思ってないけど。なるほど。まあ、占い宗教が濃厚になりました。どうしようかね、どうしようかね。まあ、これで9黒落ちて9が1を釣り押してる、あの決戦投票でってことで、なんとなく白っぽくなっちゃったのかな。わかんないけど、俺の先の黒要素を落としてくれないから困ってますね。なんかどこを拾って1なのかっていうのもっと言ってくれた方が俺も知ってるんだと思ってます。はい、まあ、地紙は、まあ、圧倒的に8の方が新っぽいと村の共通認識で、6が見たら新の方が、あ、6、8の方が新っぽい。むずいな、正直むずい。これで新境っぽいからあんまりないと思ったから9黒でしょ。ダリー。4番のプレイヤーは発言してください。ハリウッドは出ないんでしょうか。早く出てください。じゃあ6番はシャリーとしても、6番の芯なんてもうこれっぽっちもないから釣ってもいいけどね。1ミリ足りてもない6の芯って。これも芯だったらこれだよね。難しいね。俺1番だと思うけどな。のプレイヤーは今の発言でちょっとね、占い師正直偽だと思ってる。であと占い結果マジ謎、5番って。でなんか初日からなんか6番が9のこと怪しいと俺は言ってたって、なんか見えちゃってんのかなっていう感じはするね。なんかこれグレーぶっ込むなら僕はどちらかというと占い行きたいかなっていう感じ。うん、正直まあ偽か分かんない占い師が死んでんなら、まあでも連れてるのは分かるけど超安定進行で行けばまあ占い行っちゃってもいいのかなっていうふうに思うんで、僕は占い行きたいかというふうに思います。投票を始めてください。はい、あ、やばい、投票だ。3番のプレイヤーが選ばれました。おお、勝った。ゲーム終了。おお、村人すげえ、勝った、イエーイ。なるほどね、はあはあはあ、いいんじゃないですか。なるほど。ということは人狼殺、いやオートナイトをやりながら人狼殺できるかすら結構できるぞ。でも話が飛ぶ、うん、話めっちゃ飛ぶ、わかんなくなる。でもすごい楽しいんで、皆さんね PC 持ってる方はまあやってみてはいかがでしょうか。うん、あ、そう、代償としては、あの、考察忘れるっていう。うん、なんなら元からしてないからな。僕はこのゲーム考察したことないんで。はは。結構できたね。意外と。まあちょっとビクトリーロイヤルは取ることができなかったけど、まあ結構面白いかなというふうに思います。皆さんやってみてね。オーケー、ナイスオー、スーパーショット、高評価してくれたら身長伸びるかもしれません。はい、行きましょう。